はい、本日ですね、9月の売上発表していきたいなというふうに思います。ということで、僕のオリジナルブランドの売上を発表していくわけなんですけども、先月とんでもなかったです。怒涛の売上に多分なったんちゃうかなということで、おそらく過去最高になってるはずです。っていうのも、もう月末がとんでもなかったんですよ。もう基本的には嫁蔵が全部発送してて、僕はこういう動画作ったりとか、あとは発注かけたりとか、お支払いしたりとかっていう係なんやけども、嫁蔵が全部梱包とか丁寧にしてくれてるんですけどもね、もうちょっと手回らんぐらいになってきたんで、もしかしたらアルバイトの人を入れた方がいいんかなとかっていう話もしてるんですけども、まあ、まだねできるところまでは頑張って2人でやっていこうって言ってやってはいてるんですけども、そんなことで今日はとりあえずまずは売上からね早速発表していきたいなと思います。はいね、それではね見てもらいたいなと思います。何事も隠さずにね皆さんに見ていただきましょう。はい、それではですね売上から、見ていきたいなと思います。先月9月2022年の9月の売上はいかがでしたでしょうかというとですね、ゾン出ました。うお、過去最高ですね。824万ということでね、800万円オーバー、もうこれは今まで最高です。もうほんまにね、いろんな方々に購入していただいて、でそれでねここまでの売り上げになったということで、非常にありがたく思っております。ありがとうございます。で特にもう最終週がすごかったですね。ロンティが多分一番もう最後やから、もう売り切れたら終わりですっていうところで、多分もう最後は式年やから買っとこうっていう方もねいらっしゃったと思うんですけど、おかげさまでサインめちゃくちゃ書きました。めちゃくちゃサイン書いたんやけど、もう一般人でこんなサイン書いてますおらんでって思うぐらいねサイン書かせていただきました。しっかりね嫁蔵にもサインくださいって、嫁蔵も結構サイン書いておりましたけども、そんな感じでした。ではね次は、ランキングに移りたいなと思います。僕ね今年中に10位以内目指してるんですって言ってたんやけども、さあ先月はいくらどうでしたでしょうか。あと62位ということでね、ちょっと先月より落ちてますね。8月が39位やから62位で落ちてて、売り上げは上がってるんやけどもランキング落ちてるってことは、多分皆さん自身が、他のショップさんも売り上げ上がってると思うので、まあそれに埋もれちゃったっていう形なんですけどね、ちょっと10位ほど遠いかもしれんけども、まあランキングはもちろん大事なんやけどもね、こうやって皆さんに買っていただいて、で納得していただいたりとか、あとはまあいつも言ってるけど交換の送料とか返品の送料とかね、もう僕は全部持たせてもらってるので、やっぱネットやから分からんこともある中で、お客さんに送料払えよっていうのもちょっとあれじゃないですか、適当すぎるから、まあ、ちゃんとこっちで全部負担するんで、安心して買ってくださいねっていうので、ね、まず買っていただいて安心していただいて、まあ、満足していただくっていうのが大前提にあるので、それができひんとね、もう二度とこんなところで買わんとこって思うじゃないですか。だからまあそこはしっかりして、ちゃんとやっていこうじゃないかというところでやらせていただいておりますので、ありがとうございます。では次はね支払いに行きたいなと思います。皆さんに、ご購入していただいた代金っていうのは基本的に業者の方にそのまま行ってるっていう感じになっておりますので、まあ、もしくは新作のお金に飛んでるということになっておりますので、まあそれがどうなってるかっていうのを見ていただきましょう。まずはですね、売上じゃない銀行振込の額ですね、請求来てます。124万7400円ということで、次行きます。53万1908円、これはですね僕栃木レザーの牛を7枚買いました。皮買うっていうのはあんまわけわからないでしょ。ほんまに牛の形してるような皮があるんですよ。それを7枚購入しました。なのでそれで値段がねちょっと50万円ぐらいいったんですけど、これは新作でね近々出そうと思ってるものがあるので、それのちょっと小物なんですけど、小物でちょっと使いたくて、牛を買いました。はい、牛を買うなんて人生思ったことなかったけど牛買っちゃいました。で次がですね、11000、これはマウンテンパーカー の暴風の証明書っていうのがあるんですけど、それをね申請していただくのに11000円かかったんですよ。だからね、それも払わせていただきました。でそれ以外にやったらですね273900円、他にはですね39110円とか、これは洗濯タグですね。洗濯するときに服の裏側にこうタグついてるじゃないですか。この洗濯タグだけで、結構やっぱしたりするんですよ。でそんなんがあったりとか、次が52195円、これはステッカーかな、ステッカーなんか新しく作ったんやけども、まあまだ届いてないですけどね。でその次が82780円、そして次が784010円、そして最後が176万円ということで、これはね全部日本の企業さんにちゃんとお支払いしておりますので、しっかりねお金がこう綺麗に流れているんじゃないかなと思います。で来月とか再来月ぐらいにフリースの請求来るんですよ。それがねまたガンと多分来るはずなんで、それぞれバラバラなんですよ。生地代とかで補強部分の生地代とか、あとジップ代とか、いろいろこうバラバラでは来るんやけども、まあ合わせると結構な額になるやろうしね。まあそれもこれもね、皆さんが買っていただいたから、それをお支払いして、その人らのお給料になってるというね綺麗な順番、いつも通りの順番なんですけど、そのためにもう日本製でしか作らないっていうのはね、僕はもう前々からずっと言ってますけど、ちょっとでも海外とかって言うと、ああもう海外はいいです、もう日本でやりたいですっていうね、完全右翼タイプの YouTuber でやらせておりますので、右派の YouTuber と思っていただけたらなと思います。では次はですね、レビュー行きたいなと思うんですけどもね、皆さんからいただいたレビューを簡単にパンパンパンと紹介させていただこうと思います。ちょっと全部はねさすがに
できないんで紹介していきます。まず財布ですね。拓蔵さんこんにちは。極秘のヌメが購入できてよかったですということで、これ死になんよまだ言ってないから思ってるよね、そんなんがあったりだとか、稀に見るヌメっていう名前です。稀に見るヌメ、いつか出てくるかもしれませんけど、まあまあ楽しみにしてください。その次はですね、ロンティ所有感を満たしてくれる一品ですということでね、喜んでいただきました。ネットショップなんでサイズ交換がわからないため、何度も動画を見てサイズ決めましたということで、思ってた通りのサイズ感なんですけど、ちょっと若干大きめで本当に良かったですということで言っていただいたりだとか、あとネックレスをね購入していただいた方がいて、でブレスレットも買いましたよということでね、ブレスレットは僕もこれつけてますけども、こんな感じで僕18センチつけてます。上ちょっと細いからかもしれないけど、18の方が合うんでしょう。20までいったらここビヨーンってきちゃうんで、18でいつもつけてるんですけど、18ね。で他にはこのボディバッグですね。ボディバッグ対応の速さにびっくりしました。タイミング合う人がいてればほんまに僕ら昼に発送してるんですよ。平日の昼に発送してるから、平日の11時とかに注文してくれた人はもう1時間後にはもう発送する時はたまにあるんですよ。でそんな人らからしたらめちゃくちゃ早いやんけって思うと思うんですけど、まあ、それぐらいとにかく嫁さんに早く出せ早く出せと、もう待ってはるから早く出せっていうことでね、口酸っぱく言っております。でそれ以外にやったらですね、パーカー素敵な商品ありがとうございましたということで、裏肝じゃないのに厚みがあったって、これ多分パーカーよくしてはる方なんだけど、普通厚み出そうと思ったら裏肝してるやつにしやな、厚み出ないんですよ。だから裏肝しちゃうと着心地も下がっちゃうしね、冬しか着れないんですけど、こういう裏毛のタイプで肉厚なタイプってあんまり少なかったりするんで、これ多分ね洋服いっぱい持ってはる方だと思うんですけど、そういうこと言っていただきました。これは新色のベージュですけどもね、まだレビュー動画出せてないけどちょっとお待ちください。あ、出せてるわ、出せてると思います。はい、ということでね、これベージュ出てます。次、デニムのマウンテンパーカー到着を今か今かと待ち望んでいましたということで、ジーンズ好きの自分としてはこれがたまらなく心地いいですということで、着始めはね決して着心地がいいとは今言えませんがということで、もう頑丈なんでね、ガシガシしてるんですけども、そういうお声いただいたりとか、次また財布ですね。商品の発送スムーズでしたということで、まあ、これも多分平日でしょうね。平日土曜日も早いけども、唯一日曜日だけ発送してないんで、それ以外はね全部毎日毎日発送はしてるんで、もう佐川さんともねズブズブの中にねなってるんですけども、そういったことでやらせていただいておったりとか、あとはねロンティですね。結婚10周年を記念して、嫁と色違いを購入させていただきましたということで、このロンティですね、もうねこれね結構多めに仕入れたんやけど、もう先月の末に結構なくなっちゃって、で白はもう完売したんかな、で黒ももう L サイズだけとか多分そんなになってると思うんですけどもね、本当ありがとうございました。もう復活あるんですかって言われるんやけど、復活ないんです。もうないっていうことでお話ししてたからないんです。どうやっても復活ないんやけども、まあ、またねいい生地見つけたらこういうシルエットで生地違いで作りたいなと思うんやけど、今の段階では見つかってないんでね、ちょっとまあどうなるかわからないって感じです。で次ブレセット、普段ブレセットつけませんけどさりげなく目立つ感じでいいですねっていうことでね購入していただきました。まあ、ブレセットね僕も特につけたりはせえへんやけど、まあ、これやったらねあんまついてるかどうかわからん感じじゃないですか。だからまあチラッとぐらいやったらねいいんかなと思ってね僕も作ったんですけども、そういった感じですね。で次パーカー、正直10ヶ月ぐらい前から動画知ってたんですけども、ずっと気になってましたと。個人的にはこう安くない買い物なんでっていうことなんですけど、はっきり言って高いと思います。だって3万6000円もするパーカーなんか普通高いじゃないですか。だからまあ、ほんまにねこだわらんと多分そこまでできないと思うんですけどね、普通にプリントするだけとかやったらほんま1万円もいかへんと思うんで、1万円もいかへんところが5000円ぐらいでできると思うんで、ね、それは安く仕上げれるんですけども、まあ、なかなかね釣り網とかやったら、まあ、なんか厳しかったりとか、もうある数が少なかったりするんでね、そういうことでやらせていただいております。だから前の動画かなんかの動画でも言ってるんですけどね、基本的には値段を決めてから商品作らないんですよ。だからそういうなんか予算の中で作るとかって発想全くないから、とにかくいいものを作った結果あ高かったとかね、とにかくいいものを作ったけどあ安くできたわっていう、そっちが先にペースなんで、安いものが欲しいんやったらね、いろいろ今いっぱい世の中あるじゃないですか。じゃなくていいものが欲しいと思ってはる方がね中にはいらっしゃるんかなって、僕みたいな人がいらっしゃったらね価値観が合うと思うんですけど、まあ、そういうところで作らせていただいておりますので、最初から業者に言いません。安いの作ってくださいねなんて一切言わへんし、安い材料ばっか持ってこられたらもうそういうのいいから、いいやつ欲しいんで値段関係なくいいと思うやつ出してきてくださいって言ってね、まあ、こいつ偉そうやなと思うやろうけど、まあ、実際ね先も言ってますけどお金払ってますから、最初はね下にこう見下されてる感分かるんですよ。僕もね最初は挨拶とかしてる時はああ何やこいつみたいな感じだけど、お金払っていけば払っていくほど向こうからねどん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 信用ついていくの、分かりますのでね、まあ、現金の世界なんですけどね、そういったことでやらせていただいております。でロンティはね、ロンティの肌触りすごくいい感じです。木箱は子供の宝物入れになりましたっていうことでね、かっこ木箱にサインもらえばよかったって書いてあるんやけど、子供の宝物に僕のサインいらないんです。これ何って言われるからね、そんな必要ありません。まあ、そういったことでいろいろとこう他にもねお声いただいたりはしてたんですけども、まあ本当にね皆さんがこう実際買っていただいた方のお声です。買ってない方じゃなくて買っていただいた方のお声で、それは僕も真摯に受け止めた
たいなと思ってて、以前このボディバッグ出した時もね、いやいいんやけど長財布めっちゃ入りづらかったっていうお声をもとにこれのラージサイズっていうのを作ったりしてるんですよ。だからそういうところは皆さんのお声っていうのをすぐに反映させていけるなと思ってるし、逆に反映させやなあかんなと思ってるんで、ちょっとでも品質が悪いとか買ってみたけど微妙な品質やったってなったらもうすぐにチェンジしていきます。それぐらい基本はいいものっていうのが大事なんで、いいものじゃないと意味がないので、ね、いいものを長く使うっていう発想なんですけど、まあそういうことでやらせていただいております。でまあ新作なんですけどね、新作はさっき途中でもちらっと言ったフリースとかが、まあ、いずれ出てきたりとか、あとパンツがねほんま出てくる予定やったんやけども、もう売り切れちゃいました。だから次一応入荷の発注かけてます。一応ねちょっと工場混んでるみたいで1月下旬なんですよ。だいぶ先なんですけど、また12月ぐらいから受注もねしますので、また楽しみにしていただければいいかなと思うし、あと牛買ったでしょ、牛買ったも何のために買ったんかっていうのもまた、近々言えたらいいやろうし、ちょっともしかしたらねいろいろ法律的な手順とかいっぱいあるから、ちょっとそっちをやってからって時間かかったりするんですけども、まあいろいろとやっております。まあその辺はコラムでねいつも喋ってるんで、まあコラム見て、あそんなことやってんねやっていうのもね、また見ていただければなということで、本日はですね、9月の売上を発表してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。